もっと大胆に攻めろっていうあたりがね、この追い込んでも 2-3 まで行ってますんでね、はい、もっとまあ、コーチとしては簡単に打ち取れるのになっていう気持ちでしょうね。そうですね、 2-1 から 2-2 そして 2-3 になりました。ランナーが3塁にいます。 2-3 打ち上げた。これは犠牲フライどころか、いや飛距離があるぞ、飛距離があるぞ、どうだ、入ったか、入った、ガッツポーズが出た野村健次郎、逆転のツーラン。いや恐るべきバッターです。松井が走った、松井が走った、その頭上スタンドに飛び込んでいきました。まずは北別府さんいきましょう。どんな球でしたか。まあ、ストレートだと思うんですけどもね、はい、やはり 2-3 になった。あ、挟んでましたか。あまり変化しなかったですけども、ですから、まあ、バッターとしてもそうでしょうけども、はい、落ちないフォークというのを一番よく飛ぶんですよ ね、 ですから、はい、最初センターフライかなと思ったのが意外と伸びましたからね、はい、放送席、はい、逆転ツーランの野村選手に来てもらいました。思わず拳を握る会心のあたりでしたね。そうですね、入ると思わなかったんですけど、久々に自分らしいね、前で打てるバッティングできたと思います。1点をめぐる攻防の中でこの一発。